ゲオルギー・エブゲーニービチ・リボフ公爵は、ロシア帝国の政治家。2月革命により、ニコライ2世の対語成立したロシア臨時政府の初代大臣会議議長。リボフの表記に関しては、リボフが一般的であるが、他にラボーブ、ラボーフなどと表記される場合もある。また、日本では、リボフ公、または、リボフ公の表記が多い。 リボフ1861年11月2日、ザクセン王国のドレスデンで、エフゲニー・リボフの息子として生まれる。リボフ家は、流陸町の流れを組む、名門貴族だが生活に困窮したため、リボフが生まれて、すぐに、ドイツから戻り、トゥーラ近郊のアレーク新チクポポフカ村に移る。兄アレクサンドルは画家を目指して1896年に、モスクワの学校に進学し、 弟ウラジーミルは1901年に外務省に入省した。1885年にモスクワ大学法学部を卒業し、トゥーラ州の裁判所で1893年まで勤務する。1901年にユリア・アレクセーブナ・ボブリンスカヤと結婚した。1903年にトゥーラ州農村審議会長に就任し、日露戦争の際は極東で、 援護事業を展開した。1906年に第一国会に立候補し、当選し、ゼムストボのメンバーとなった。ドゥーマでは食品医療委員会に所属し、日露戦争後の食料不足解消のため食料や医療品の配給を手配した。1909年にアメリカ合衆国カナダを視察し、1911年からは進歩的ブロックのメンバーとなった。 1913年に、モスクワ選挙区で、アレクサンドル・グチコフが落選すると、後継候補に選出されるが、内務省からモスクワ選挙区からの出馬を拒否された。1914年に、ゼムストボ全ロシア連合議長に選出され、同時に、ロシア少尉軍人援助連合議長を兼務し、第一次世界大戦で負傷した軍人が入院する、病院設備と医療機器の支援や、 衣服の供給を担当する。二月革命の犠牲者に哀悼を捧げるリボフら、臨時政府閣僚1917年3月2日、二月革命により、ニコライ2世が大使ロマノフ長が崩壊する。翌3日にリボフは、ロシア臨時政府の首相兼内省に就任した。リボフを主犯とする臨時政府は戦争継続を決定し、7月に東部戦線で、 ケレンスキー構成をかけるが失敗。さらに7月放棄の発生により彼の政治的な権威は低下し、首相権内省を辞任に追い込まれ、アレクサンドル・ケレンスキーが後を継いだ。10月革命勃発後、ボリシェビキにより、チュメニで逮捕され、エカテリンブルクに連行されるが脱走に成功し、オムスクのシベリア共和国に合流した。リボフは、シベリア共和国首相。 ピョートル・ボロゴーツキーの指示を受け、1918年10月にアメリカに渡り、シベリア共和国への支援を取り付けようとした。しかし、アメリカとの交渉に失敗したため、フランスに渡り、1918年から1920年にかけて、ロシアへの支援と亡命者の援助を訴える集会を数度に渡り開催した。その後は、政治活動から引退し、パリに居住し、 解雇録を執筆しながら、余生を過ごし、1925年に、同地で死去した。遺体は、サントジュヌビエイブイコールデイコールボアに埋葬された。ありがとうございます。